はい、おはようございます。2019年12月の15日日曜日です。今ですね、大阪駅に到着しておりまして、今日何やるかというとですね、環状線一周ですね、各駅でビールを飲み続けたらどうなるかということを企画としてやってみたいと思っております。今朝の10時で、今からですね、宮島君と合流してですね、2人で回ろうというような形でございます。それではどうなるでしょうか。行ってまいります。よっ、どこでしたっけ、桜の宮です。3軒目にしてですね、お店がないような。ただいま11時10分ですね。まだ開いてないところもありますし、もともとこの辺がなさそうな感じですが、まあ、とりあえずちょっと散歩がてら歩いております。それでは店を探してみたいと思います。はい、3軒目はですね、迷った挙句ローソンになりました。乾杯。次、難関の大阪城公園ですけど、何かありますかね。ないですね。ない、大阪城公園何もないかな。駅どこですか、そもそも。大阪城公園に近いところですよ、絶対に。また公園ですが、今1時5分です。やり始めて3時間が経過しております。まだ4分の1ぐらいです。ペースアップしましょう。できるかな、簡単です。でもこう幸せ感がめっちゃあります。
この商店街なんていう商店街ですか。玉造り商店街。玉造り商店街。今玉造りの商店街歩いておりまして、日の出通り。いや、なかなか楽しそうですね。ちょっとうろちょろしながらですね、今たこ焼きセットを食べに行こうとしております。だいぶお腹もいっぱいで飲めないって感じですけど、頑張ります。では、行きましょう。